かわいい。ひみこ様ということで、僕です。今日はですね、このそうめん、こちらをね、使いまして、もうそろそろね、あったかいというか、暑いじゃないですか。暑くなってきたので、やっぱり、ね、そうめんが食べたい。これね、めちゃめちゃうまいです。本当に今回私がご紹介させていただくのはですね、丸ごとトマトあえそうめんでございます。トマトなんと一つ丸ごと使ってしまいます。そんな美味しいそうめんレシピ、今回やっていきたいと思うんで、もうやりたいです。リュウジのバズレシピ。じゃあですね、そうめんです。そうめん 100g、 イボの糸だと2束ですね。で、ニンニクが1かけ、大葉これ10枚ぐらいあるんですけど、3枚ぐらいしか使わないんで3枚、あとトマト1個。なんとね、こんだけめっちゃ簡単じゃないですか。めっちゃ材料少ないですね。もうね、ほぼほぼトマトに頼ります。はい、大葉はね、一応入れてるんですけども、なかったらなかったでも全然美味しいです。とにかく今回はそうめんとこのトマトが主役なので、夏を味わい尽くす、こういう料理をやっていきたいと思います。で、今回ですね、丸ごとトマトをもう味わい尽くす、なのでですね、今回私も丸ごと味わいたいんです。とにかく何を丸ごと味わうかといったら、もうやっぱ酒ですね。はい、カモン丸ごとハイボール。いただきます。あとがよろしいようで、やっていきたいと思います。じゃあやっていきたいと思います。じゃあまずね、トマトから処理していきます。ペティナイフみたいなのがある方はこうやってね、持つといいですよ。こうやって持ってね、ここ刺すんですね。はい、ヘタ取っていくんで。はい、で、小刻みに動かしながら、回していく。そうするとね、絶対怪我しないんで、小刻みに動かしていかないと力入りすぎて手までいっちゃったりするんでね、皆さん小刻みに動かしながらね、トマトのヘタを切ってくださいね。じゃないと大惨事が起こりますからね。で、トマトをカットしていくんですけども、今回みじん切りにしてソース仕立てにしていきます。はい、まあカットの仕方なんですけども、まず半分に、していただいて、そしたら、ここですね、切っていただいて、ちょっと半分に切ったら、こうです。縦に切るじゃないですか。そしたら横にして、で、これ切っていく。これがね、一番簡単なトマトみじん切りのやり方です。はいはい、はい、こんな感じですね。こいつをそうめんに和えるのがまあ美味しいんですわ。そしてニンニクですね、これ剥いてもらって、あとはこれもすりおろしていく。はい、じゃあ大葉も切っていきます。はい、で、3枚の大葉は、ここね、ここちょっと硬いんで、ここちぎっちゃいます。はい、そしてこんな感じで丸めていきます。葉脈をね、断ち切るように切ると、すごくね、香りが出ますんで。はい、はい、そうするとね、こんな感じでパサッと、で、なんかしなっとしそうだなと思ったら、ちょっとね、水をね、少し垂らしてあげるといいですよ。はい、じゃあね、タレを作っていきます。で、さっきみじん切りしたトマト、これ全部入れてください。はい、そしたら、ここにね、まずね、おろしにんにく、これはね、半かけ分ぐらい、ちょっとね、にんにく好きな方はね、もっと入れてもいいんですけども、まあ半かけ分ぐらいがいいかな。ちっちゃめのね、半かけ分だから、グラムにすると 2g ぐらいがいいかな。そしてオリーブオイル大さじ1半分ね、トマトとオリーブオイルの相性すっごくいいんでね。そして山木の白だしですね、大さじ1と半分です。はい、山木の白だしはないっていう方もね、いらっしゃると思うんですけども、 100ml あたりで、ね、塩分量 10g のものだったらしょっぱくなったりしないんで、それぐらいのを選ぶと僕と同じような塩分量になります。はい、で、これをちょっとね、崩しながら混ぜる方がいいかな。そしてね、ここに、黒胡椒です。ちょっとね、スパイシーな香りをつけていきます。まあ、夏はね、ちょっとね、これぐらいスパイシーなものがいいと思います。はい、で、ちょっとこう潰しながらね、やっていただくといいかなっていうふうに。はい、じゃあそうめんに行きたいと思います。はい、じゃあですね、ちょっとしたたっぷりのお湯ですね、こちらでそうめんを茹でていきます。こうやってパラパラって入れるとね、表示通りで大丈夫です。はい、表示通りに茹でてください。そうめんを茹でるとき、まあね、
少ない上で茹でる方もいらっしゃるんですけど、そうめんはね、できるだけ多めのお湯のがいいです。そうめんって結構そのお湯が濁るんで、なのでたっぷりめの方が、特にね、乳麺とかやるときはたっぷりめのお湯でやった方がいいです。はい、1分半ぐらいですね、僕いつもね。はい、じゃあざるにあげますね。じゃあね、冷水で、締めました。これね、できれば氷水で締めた方がいいです。で、よくね、この状態、これ重要ですよ。一番重要です、今これ。この状態でザルでちょっと絞るんですよ。このお水ね、こんなに出るんですよ。これがね、このタレに入ると味が薄まっちゃう。だからちょっとね、こう優しくこう絞るような感じで水分出してください。はい、そして十分、水気切れましたんで、こちらにそうめんを入れていきます。で、まあこれで和えていくと。はい、こんな感じですね。はい、で全体が合わさりましたら、もう盛り付けです。で、最後に大葉をパサッと。かわいい。ということで、僕が夏に食べたいそうめんナンバーワン、丸ごとトマトアイそうめんのチャンサです。はい、それではできましたので、いただきたいと思います。いただきます。あー、じゃあやっていきたいかな。上の大葉と一緒にちょっといただきます。うまこれ、めちゃめちゃうまいな。これトマトの旨味もすっごい生かされてるんだけど、白だしとこのオリーブオイルのコクと旨味がもうそうめんに全て巻き込まれて、めちゃめちゃうまい。うまいなこれ。もうほぼね、冷製パスタです、これ。そしてこんなチーズでしょう。ということで、味変カンフージェネレーションです。これでございます。うまっ。あ、俺これほんと好き。マジでうまい。ということで、いただきます。乾杯。ください。食うの早っ。まっ。いや、もうほんと冷製パスタ、夏の食べ物だね。あと味がすごいね。白だしとトマトとオリーブオイルだけでね、めっちゃ決まるんだよね。塩入れてないけど大丈夫かなと思ったけど、もう全然これで満足。バッチリ、バッチリいけるでしょ。すごい。粉チーズかけた方が酒にやん。いやー、いいわこれ。じゃあ先生、ごちそうさまです。ということで、皆さん、この丸ごとトマトあえそうめん、めちゃめちゃうまいっす、これ。とりあえずもう次の撮影がありますんで、もうちょっと次の撮影は大丈夫、乞うご期待。カモン丸ごとハイボール、これを丸ごと、これこれこれ丸ごといったら3本目が取れない。この後お仕事もあるでしょ。この後さ、モンハン、この後モンハンやんなきゃいけない。大丈夫かなこれ。ちなみに僕のお供の名前は、犬がハイボールで猫が唐揚げです。もうね、現実世界のお供もハイボールなんでね。はい、まあお後がよろしいようでやっていきたいと思います。